皆さんこんにちは、ねねちゃんのフードコートへようこそ。今日はバガモンありがとう、バガモン追悼ハンバーガーフェアをやっています。バガモンはハンバーガーを作るゲームから生まれたバグスターよ。2月5日の放送でとっても感じのいいバグスターだったんだけど、ゲームにやられちゃったの。私もとっても悲しかった。あ、お客さんだわ。あ、エグゼイドさん。はあ、エグゼイドさんかわいそう。大丈夫ですか？バガモンかわいそうでしたよね。バガモン、ハンバーガー一つお願いします。バガモン、ハンバーガー好きだったから僕が食べるんだ。かしこまりました。ハンバーガー一つですね。少々お待ちください。ハンバーガー完成。お待たせしました、ハンバーガーです。ごちそうさま。今日のうどんも美味しかった。いつもありがとうございます。はっ、バガモン、おいバガモン、バガモン、心配したよ。元気そうでよかった。え、どちら様ですか？何言ってるんだバガモン、僕のこと忘れたのか？お願い、今日だけでいいからバガモンのふりして。ああ、わかった、そういうことか。任せておけ。よろしくね。エグゼイドの気持ち伝わってるよ。つくるさんにもよろしく伝えてくれ。え、ハンバーガーキットにエグゼイド見てたんだ。バガモン、そんなお別れみたいなこと言うなよ。お別れなんだ。わかった。すぐ行く。僕行かなくちゃ。バガモン元気でね。じゃあね。行っちゃった。行っちゃったわ。あれ、バガモンに会いたくてしょうがなかったんじゃないのかしら。しかもハンバーガー残してるし。一体何だったんだ。あの人最近様子が変なのよ。ゲーム病なんだろう。はっ、そういえばハンバーガーキットさんってエグゼイド見てたんですね。もちろん、朝8時からの30分は何があってもテレビの前から離れない。きちんと村の平和守ってくださいね。もちろんだ、バグスターウイルスなんかには負けない。ピクルス、ピクルス、行くぞ。あ、ちょっと待って。なんなのこの村、変な人ばっかり。でもエグゼイルさん元気になってよかった。ハンバーガーキットさん変な人。見てくれてありがとうございます。この可愛い小豚さんのマークを押してチャンネル登録をお願いします。あ、こっちの動画も面白そうよ。